皆さんこんんにちはレク講師のです、えー、皆さん、えー、2019年合格目標の新15ヶ月合格コース一回し目のお講義商業登記法12回目まで、えー、受講をし終えたでしょうか受講が終わりましたら、えー、ぜひこの平成30年2018年の司法書士試験の受験ないしは司法書士試験のです、ね、問題を解いてみていただきたいと思います。 秋生の方であれば本試験の受験会場でですね受験をしてみる春生の方でしたらば、えー、受験会場とは言わずとにかく2018年のですね主要科目の問題をご自宅などで解くのでも構いません、えー、ぜひですね一回し目の自分の到達点を確認していただくためにこの受験のですねというのを検討していただきたいと思います。 そして受験をし終えましたら2019年の合格へ向けて二回し目がいよいよスタートしていきますから何が自分のですね課題なのかというのを見つけていただくために運のクラス限定の本試験分析会を実施していきますぜひこの分析会にもですね忘れずにご参加ないしは youtube でのですね受講をお願いしたいと思います それでは、えー、一回しめの受講を終えられた方、受験会場での受験もしくは自宅受験ね、2018年の受験をですね、頑張って乗り切ってみてください。それでは皆さん方、ぜひですね、19年合格に向けて第一歩をね、踏み出していきましょう。応援しております。